敵を引き裂き、ほふり、くらえ。お前たち煉獄の修羅が上から逃れ生き延びる術は他にない。あんなもの見たことがない。ハーリーが来ている。兵隊の代わりはいくらでもいる。リーダーの代わりはいない。忘れないで。
アサインメンツへ警告する。座標2314-5873の不明物体を撤去せよ。撤去せねば宣戦布告とみなす。エンブリオンへ警告する。座標2314-5873の不明物体を撤去せよ。撤去せねば宣戦布告とみなす。何が起きた？アサインメンツは胸に何か使えてる。リーダヒート、女は？眠ったままだ。タグリングもつけていない。一体何者？これ以上女一人に構うな。あの戦闘で何が起きたのかも判然としていない。これは一体何だ？状況を明らかにする方が先決だ。アサインメンツを探りに出る。アサインメンツの縄張りへ？そうだ。何が起きたのかをはっきりさせる。サーフと俺が出る。あと一人。残りは縄張りの防御に当たれ。私が行く。何が起きたのか知りたい。
様子がおかしい。見張りがいない。都合がいい。行くぞ。
来るな、近づくな、食うな、食わないで、食わないでくれ。何を言っている？だってお前ら食ったじゃねえか！どいつもこいつもバグモンみたいな姿になってよ、俺の兵隊みんな食っちまったじゃねえか！光だよ、光が飛んできて、あの場所にいた全員化け物みたいな格好になっちまって。やめろ。敵も味方も分からねえ乱戦で負けた奴は天然に捨てて引き裂いて、それで、それから、黙れ、黙って、それからやめて。
違う、そんなことしてない。私食らってなんかいない。私じゃない。一体何がどうしたっていうの。私は、食らうなんてできない。俺たちは変わった。何をためらうことがある。食わなければ死ぬ、簡単なことだ。
Thank you.
ハリー、この力は一体何なの？そんなことは言ってもいい。あの女は一体何者だ？女？やめてくれ。俺は何も知らねえ。なぜ知らない？ここにはお前たちしかいなかった。あの娘は何者だ？なぜあんなところにいた？答えろハリー。なんでこのあの娘のことが気になるんだ。やめ、本当に何も知らん。そうか、一個だけ分かったぜ。食われる前に食っちまえばいいんだよな。ハーリーの野郎は何も知らなかった。アジトへ戻るぞ。体が
だるい。サーフ、早くアジトに。ヒート、ゲイルが急に。飢えてんのかゲイル、俺を食いてえか。今のが歌。そう、歌。お前は何者だ。私はセラ。みんなを助けに来たの。助けに来たって、どこから。わからない。何も覚えてないの。覚えてるのはみんなを助けたいってことだけ。論理に矛盾がある。我々はお前のことなど知らない。お前も何も覚えていないと。よって助けられる言われもない。理解不能だ。ごめんなさい。でも私、さっきの歌聞いたことがある。俺もだ。俺はない。理解不能だ。ごめんなさい。だけどこの子がいれば味方同士食らい合わなくて済むわ。もしかしたら元に戻ることだって分かってるはずだ。てめえん中の上と力を変わったんだよ。俺たちはもう戻れないってこと。
いずれにしてもこれでは拉致が開かない。カルマ教会に身元を。カルマ教会からの自達である。各トライブの長は至急教会に賛同せよ。召喚の案件は何だ、聴聞器。当案件への質問は許可されていない。至急教会に賛同せよ。
全員揃った。要件を言え、聴聞器。その要求に応じることはできない。我々は提示する案件を持っていない。呼んだのは教会だ。用がないとは。呼んだのは私だ。私はエンジン。お前たちが遥か天井に仰ぎ見るものと覚えておけ。エンジェル。時間がない。手短に要件を伝え、全て教会が降伏する新しい掟と心得。おとなく、この世界を滑る力の掟は、より根源的な協力へと変わる。お前たちが得たアートマによって、アートマは悪魔の力。体に刻まれた印がその証だ。悪魔は喰らえば喰らうだけ強くなる。敵を引き裂き、おふり、喰らえ。お前たち煉獄の城に、上から逃れ生き延びる術は他にない。悪魔とは何だ。お前をお前たら決める。カルマそのものといっても理解できない。知りたければこの場の全員を倒し、ニルバーナに上がってくることだ。ニルバーナはお前たちが望むもの全てを与える。現者の力で膠着した状況を打破し、速やかに掟を全うせよ。お前は知らない言葉ばかり使う。この力以外、今までと変わらないということか。いいな。一つ新たな条件を付加する。黒髪の娘。黒髪の娘は、この煉獄の覇者となった捕らえ組のニルバーナとの門を開く。お前は忘れるな。てこい、すべてを喰らい尽くして。システムに重要な更新。教会は悪魔の存在を認める。情報の閲覧を求めるか。煉獄の子、クラウドよ。
セラを知りたきゃニルバーナに連れてこい。確かにそう言ったんだな。エンジェル、聞かないなだ。本当に心当たりはないのか。ごめんなさい。アートマ、クラウドって一体これからどうするの？今までと同じだ。他の奴らを全部潰してニルバーナへ行くんだよ。この力を使ってな。異論はない。それが元からの目的だ。俺はセラに借りがある。私は元に戻りたい。方法が見つかるなら何だってするわ。決定だ。作戦を提案する。知っての通り、ニルバーナに行く方法は一つだ。六つのエリアを治める全てのトライブを撃破し、教会に力を示さなければならない。目下最大勢力のブルーティッシュはナンバー2のハウンズと交渉中。第三のソリッドは同規模のメリーベルと争う。アサインメンツを撃破したが、人員面でははるかに劣勢。何を今さら。端から食らっていきゃ済むことだろうが。簡単に言わないで。作戦は？第三勢力のいずれかと共闘して一方を叩き、叱るうちもう一方を叩く。敵と協力するっていうの？これまで全てのトライブが自分たちの力のみで戦ってきた。硬直した思考は戦術の幅を狭める。敵の敵は味方ってわけ。あなたちょっと変わった？変わったのはお前たちの方だ。情緒面の不安定がうかがえる。理解不能だ。セラはどうすんだ？今頃どいつもこいつも血眼になって探してるはずだ。俺とシエロが残る。まだどこにも知られていないはずだ。以後、観光令を敷き、セラの存在を隠す。リーダーの判断は？あめえな。やらなきゃやられるぜ。ではメリーベルの縄張りへ向かえ。ボスの実力は確かだが、構成員の戦力は高く、相手にとっても利があり、後々対するにしても叩きやすい。
Come on.